現象的意識は人間の意識という言葉に関する区分の一つで質的な内容を持った主観的な体験のこと。現象的意識に含まれる個々の質感のことをクオリアという。現象的意識は現在の物理学の中に還元できる特性の一つでしかないと考える唯物論的立場と、 そうした還元はできないと考える二元論的立場の間で、その存在論的位置づけをめぐって一部で論争が行われた。まず類義語、同義語について説明する。現象的意識という概念は多くの類義語、同義語を持っている。このことを知らなければ、心の哲学や脳科学関係の本を読んだ時にかなり混乱する。この概念を指す。 決定的な用語というのは、まだ定まっておらず、大抵の研究者は、意識体験とか現象特性とか、クオリアなどと呼ばれるそれについて、これから話すといった感じでこの概念に言及する。こうした語法の混乱は、この概念が、まさに研究の途上であることを意味する。以下、この節では、様々な類義語、同義語について紹介していく。 よく見られるものとして、意識の現象的側面、意識体験、主観的経験、質的経験、現象特性、とは、どのようなことか、感じ、実感、生の感じなどがある。これらの言葉は、その言葉が使用される文脈にもよるが、現象的意識とほぼ同じ、または全く同じ意味内容を持つ言葉として、使用される場合が多い。次に、少しややこしい言葉として、 現象学というものがある。この言葉は、心の哲学分野では、現象的意識のことを指して使われる場合も多いが、単に、フッサールの創始した哲学の一分野のことを指している、場合もある。この二つの意味の区別は、文脈から容易に行えるだろう。また、経験、体験という言葉も、稀に現象的意識のことを指す言葉として使用される、ことがある。 しかしこの言葉は日常的な意味で使用されていることの方が多い。この言葉の意味の区別は特に説明がない限り読み手が文脈から判断していくしかない。さらにややこしい言葉としては表彰というものがある。この言葉は現象的意識とほぼ同じ意味内容を持つ言葉として使われることもあるが思考や推論の際に変形、操作を受ける。 心的記号のことを意味する言葉として使われていることもある。このどちらの意味で表彰という言葉が使用されているかは、特に説明がない限り、言葉の使用されている文脈から、読み手が逐一判断していくたない。とはいえ表彰という言葉の上の二つの意味には、互いに重なり合う部分も多いため、文章の執筆者がどちらの意味で表彰という言葉を、 使用しているのかが半然としない場合も少なくない。このように様々な表現が使われているが、しかし現象的意識のことを指す言葉として、現在最も頻繁に目にする言葉はである。このことは意識関連の文献を読む読者を無駄に混乱させている面がある。しかしこうした用法が実際に使われているため、文献を読む読者は著者がその場面において、どういう意味で、 意識という言葉を使用しているのかについては十分注意しながら読み進んでいかなければならない。その意味は記事意識内で解説されている意味のどれか一つであったり、そうした意味の複数の組み合わせであったり、または著者独自の新規の概念であったりする。こうした点を正確に判断することは時に困難でさえあるが、一つの目安として意識は謎である。 意識の問題は、難しいなどといった形で、意識という言葉が使用されている場合、それは本項目で説明している、現象的意識、またはそれに類似した概念を指していると考えて、おおよそ間違いない。このように複数化した意識に対して、著者と読者間で、ズレが生じたとしても、特に間違いではなく、それ自体が意識であると言える。 現象的意識は誰かにとってのものである。例えば痛みの経験は常に誰かにとっての痛みの経験であり、誰のものでもない痛みというようなことは考えがたい。物の長さや大きさなどの属性が持つ客観的なあり方に対して現象的意識の持つこうしたあり方のことを一般に主観性という。現象的意識は外部から契機を用いて、 物理的に観測することができない。これに関しては、現象的な意識が、存在論的に物理的なものと別枠にあるから、観測できないのだ、という二元論的な考え方と、物理的な現象だが観測できるような概念では、ないから観測できないのだ、という考えの二つの立場がある。何にせよ、現象的意識の外部から計測できない、という性質のことを一般に、 死皮性という。我々は意識メーターを持たないという表現で言い表されることもある。現象的意識はある範囲で統一されている。例えば飛んでくるボールを視覚で捉えたとき、動きの情報と型の情報はそれぞれ脳の別の部位で処理されているが、それでも動きと形は最終的には統合された形で提示される。つまり、脳の異なる部位で、 空間的、時間的に距離を隔てて、物理的に処理された情報であっても、現象的意識としては、継ぎ目のない単一のものとして提示されているように、思われる。この性質のことを統一性という。脳量を切断された、分離脳の患者は、脳全体を単位とした、統一性を欠いているのではないか、と言われている。また、自分とは違う他人、つまり別の脳で、 処理されている情報は、現象的意識として統一されない。グレッグ・ローゼンバーグはこの一つの脳を谷として起きる、現象意識の統合と、脳を隔てた場合の現象意識の分離の間の、ギャップを境界問題と呼び、問題として定式化した。ティム・ベイン・ユニティ・オブ・コンシャスネス・スカーレスル・ペディア、4、7414より、以下記事中の文を一部翻訳して引用。 多くの理論家は、分離脳に対して二つの流れモデルを採用している。この理論によれば、分離脳の患者には二つの意識の流れ、左右それぞれの大脳半球に一つずつの意識の流れ、があるとされる。この文の後、いくつかの文献の紹介と、別の理論が簡単に説明されている。三つ以上の意識の流れがあるとする理論、そして意識の流れは一つだが左右の脳半球を、 スイッチしているという理論とである。詳細はリンク先参照のこと。ありがとうございます。